皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。前回のリーグ戦はコンピューター戦4対0で勝つことができました。スペシャルリーグ初勝利です。で、順位の方が現在2位まで上がりました。で、今回はスペシャルリーグ初の対人戦になりました。まあ、初の対人戦、なんとかいい形で終わらせられたらなと思ってます。ということで、スペシャルリーグサードディビジョン第3節よかったらご覧ください。4-3-3のフォーメーションです。フォワードディフェンスの能力が高くバランスの取れたチームです。一方、相手チームも同じようなフォーメーションでのマッチアップとなります。この1点でチームは波に乗りたいところです。1対0、この先制弾はどんな意味を持つことになるんでしょうか。ボールを奪われます。左サイドへ大きなパス、お互いにどう崩していくのか、じっくりと見守っています。警戒します。右から攻め上がります。ボールが奪われました。抑えます。現在チームは暫定2位。前半27分、キックオフから試合再開です。クリスティアーノ・ロナウド、足の速さには非常に定評のある選手です。前線付近でボールを持ちます。ここで奪い返された。ワントラップ、右へ送り、ここはつなぎます。中央からパスを出してボールを取り返す。パスを出してサイドへ送った。左サイドへ大きく出します。
クリスティアーノ・ロナウド、足の速さには非常に抵抗のある選手です。回して、トラップ、サイドへ送った。このボールを左に開いて、さあ、シートを放った、ポスト、ワントラップ、パスを出す、奪いました。フランフランがカットに行きました。アラバから出る得意のクロスに期待したいところ、パスを送りました。サイドへ送って、ハイボールをクリア。ラインを割りました。スローイン、クリスティアーノ・ロナウド、足の速さには非常に抵抗のある選手です。試合はいいので、ここからどうなっていくのか、ここは左を使います。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、ここで奪い返された。ボールへの速いアプローチを指示しています。サイドへ送りました。同点のまま試合終了となりました。